こんにちは、こんばんは、アニキューです。今日はアイコンたちに作ってるバンダイナムコアミューズメントさんに遊びに来てます。呼んでくれたのが本物の太鼓の達人の11号さんです。11号さん、お手並み拝見します。どうだ、クリア。おお、すごい。すごい、本当にすごいじゃないですか。太鼓の達人のゲームセンター版のお知らせ担当をやってる11号です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、コロバンやってください。はい、こんにちは、コロバンは。こんにちは、こんにちは、コロバンは。もう今日はね、バッチリ遊んでもらおうと思いますんで、今回準備した新モードを。新モード、あ、新モードを。あ、新モードがあるから今日僕はここにいるんですね。そうなんです。なるほど、そういうこと。新モードはどんなモードなのか教えてください。新モードは AI ドンという未来から来た、未来から来たドンとドンドンとドンドン AI ドンとバトルをして、勝つか負けるかのギリギリの戦いを繰り広げていきながら、もう AI ドンと勝つか負けるかのバトルを楽しみながら腕前が上がるというね。これ今負けちゃったですか。これ負けちゃいましたね。あー、うわ、なんだこの画面、初めて見るの。これ、ね、初めて見る画面。あの、今回のモードは、はいはい、曲の中がいくつかの区間に分かれてて、はい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 、その区間ごとに勝ちとか負けとかが出てくるんです。次、もう必ず区間取るから見てて。じゃあいきますよ、頑張って。始めるか。よし、じゃあ一緒に盛り上げようか。パツ、いや、新モード面白いです。いつからこれはできるんですか、このモードは。これはですね、6月27日から6月27日、全国のゲームセンターで遊ぶことができます。で、必要なものがあるんですよね。そうなんです。なんだったかな。じゃじゃん。まあ、これあのバナパスポートか。あ、さっきとなんか絵が違いますけど、これあの特別仕様ですか。これ特別仕様ですよ。あのちょっと可愛いデザインになってね。これあの次世代ワールドホビーフェアで、太鼓の達人ゲームセンター版遊びに来てくれると、これがゲットできるという。ただで遊べて、かつこれももらえるという。もうこれ来るしかないですね。いや、次世代ワールドホビーフェアも楽しみになってきました。ぜひぜひ遊びに来てください。アニキューもね、行くからみんなも来てね。
じゃあ皆さんも AI バトル演奏モードぜひぜひ遊んでみてください。遊んでみてください。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。